さんがいていただいて、何よりもやっぱこのライブ運営していただいてるスタッフさんの皆さん、それ何よりね、MC の方々がいて、で、ボイパする方がここにいて、この後に我々がやっと出てこれるわけですよ。全てに感謝です。何より一番感謝したいのは、やっぱり皆様を、足元の悪い中、ここまで安全なわけで、福都新鮮の皆様、千代田線の皆様、ここに、そして JR、JR、JR だね、全部に感謝させていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。頑張っていきましょうよ。突然なんですけど、僕洋服屋の店員さんかっこいいなと思うんですよ。かっこいいっしょ。なんかかっこいいじゃん。このお客様にぴったりのお洋服をおすすめして満足して返す。あれもすごい技術だね。素晴らしいっしょ。ね、ちょっとやりたいなと思って。洋服屋の店員を。知らなかった。うん。おい、洋服屋店員やってんの？あんま言ってなかった。同級生なの？知らなかった。あ、ごめん。お客さんやってたから。あ、そう。いいって。やる。やります。おい。いらっしゃいませ。いや。ちゃんとやって。いやいやいや。ちゃんとやって。バカ、お前。俺だよ。怪しい。そういうこと？来ちゃった。怪しいや。まあ、偉い店やっていきたいよ。ありがとう、ありがとう。まあ、いいっしょ、お店。ちょっと見させてもらおうかな。お前見てってよ、あるから。俺見んな。俺見んな。俺見んなじゃねえよ、お前。そんなふうにやってない。福屋集中しろよ、お前。見て、いろいろあるから。いや、お前。あ、それね、今月のおすすめ。何？お前にめちゃくちゃ似合うと思うんだよな。ちょっと待って。ちょっと待って。最高。まあまあ、お前俺似合うの、それ。やるって何？変わせようとしてんの？めちゃめちゃ似合うの。合うわけねえだろ、お前。めちゃめちゃ、鏡見て、鏡。いただきます。簡単だね。お会計4800円です。1万円。1万円お預かりしたので、5200円のお返し。取って。いらない。取っとけ。いい？解散してさ、俺さ、教員の免許持ってるじゃん。教師して頑張ってっから。で、生活は苦労してるんだよ。けど、お前は、服屋の夢叶えたけど、アルバイトだろ。行けよ。改善して終わってよ。お前の夢叶えたんだし、前から言ってるけど、おめえの夢は俺の夢なんだよ。頑張ってやれよ。一回止めていい？そこまでじゃない。もうちょっとやりたかっただけ。本当に？うん。俺、お笑い以外にやりたい道お前あんのかなと。そんなわけないじゃん。解散の2文字浮かんだぞ。バカ。そんなわけないだろ。本当に？そんなわけないですよね。お前だってあるだろ。ちょっとやりたいあるけど、あるけど、あんまりお前に言わない方がいいのかなと。言っていいよ、それやろうよ、別に。そんな思わないし。教師やってみたい。お、教師な。教師かっこいいですよね。特にかっこいいのが、生徒が夢諦めかけてんじゃん。その時に先生のアドバイスで、やっぱやりますって。あれかっこいいよ、ちょっと。あげますよ。あれやらせてもらっていい？じゃあお前が中学生。で、プロ野球選手に夢諦めて、俺先生やるから。先生。おぉ、篠原。これ、部活やめようと思うんだ。なんでやめんだよ。実はさ、プロ野球選手でね、諦めようとして。なぜ諦める？なぜって俺、最初に。篠原！先生、昔芸人やってたんだよ。知ってるか？知らなかった。知らねえよな。先生ね、5、6年やったんだけど、結局諦めちゃった。そうなんだ。うん。けどさ、芸人やっててよかったなってこといっぱいあるんだよ。素敵な相方に出会って。そいつはまっすぐなやつでさ、いろんなものをもらって、それ今、教師として生かすことできてんだよ。つまり先生はお前に何言いたいかというと、夢諦めないで済んでほしい。やってやって無理だったらそこでやめりゃいいじゃん。だろ？だから諦めんだよ。わかった？よし、わかったんなら部活、部活。お前ガチだな！お前ガチで先生やろうとしてんな！遠くを見るな！おい！解散の二文字が頭に浮かんだぞ今。おバカ！おバカじゃねえんだから。俺は一日中一発ギャグやりたいの。バカ芸人なんだよ。一日中だ一日中。今一回もやってねえだろ。芸人が大好きだから。あ？好きな言葉はどうもです。嘘つけよ。本当だから俺。教員免許持ってんすよ。持ってても期限ありますから。切れてんのか。あと4年しかない。4年もあんじゃねえかおい。4年もだぞ。いやいやいや、気にすぎます。先生関連の練習を禁止します。お前それ禁止。禁止もう。ダメ先生は。銀行員かっこいいなと思って、ね、銀行員の練習をさせてもらって、銀行員な。じゃあ前でお客さんで来て、おろさせてください。銀行員に行ったら、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、後ろ回して。プリント配ってない。大丈夫。高橋とね、めえってこと言っても困るんだ。このあるあるはいい。このあるあるはいいのよ。高橋が止めるみたいな悪者いるみたいな、いいのよ、別に。やんな、銀行員、お前。だってこのお母さんと喧嘩しててね、なんか最近うまくいかないんですよ。そのうち練習したら、まあ、お母さんが怒ってしまって、練習するから。それだったあんた、いい加減にしなさいよ。お母さん、落ち着いてください。モンスターペア
に殴りました。高橋、ただね、高橋の根っこはすごい綺麗なの。高橋の話知らない。だから変えてえと思って。いい、もうやんな、お母さんの練習も。じゃあ歌の練習するわ。歌の練習なんでやるのよ。今別れの時、卒業式じゃねえか、おい。おめでとう高橋。高橋みたいなやつが卒業したっていいのよ、別に。先生ありがとうね。おめえ結局第2ボタン取られてんじゃねえ。知らないけど第2ボタン取られた。よかったら法政に行こうかったら。勉強したな高橋は。いいのよもう高橋やんだ。高橋法政にこういったぜ。知らないけど。よかったよ。知らないけど先生やりたいんだろ。本当はやりたくない。何が言いたいかっていうと、そうやった他の夢全部なしにして漫才一本で頑張ろうよって。もう熱いやつでした。もういいよ。どうもありがとうございました。